伊藤で、よさこいの方をさせていただいてます。伊藤武士道です。今日はですね、この伊藤、絆祭り、ご参加いただきまして誠にありがとうございます。皆様方とですね、よさこいを通して5年10年そして20年と絆を深めて、頑張っていきたいと思います。今日はですね、伊藤のお寺、由緒ある寺にあります、仏源寺というお寺にですね、言い伝えがあります天狗の詫び状というのをベースに、作った曲をご披露させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。Oh!
ありがとうございます。伊藤節でした。どうもありがとうございました。大きな拍手をお願い。